のキングへ我々と出玉対決をしていただきたく候チーム下克上、まあ、僕だったら先輩に挑戦したら間違いなくゴッド打つと思います。奇跡を起こしてくれ。あー7じゃないけど赤7ありますね。うそーうそーないわ。何どうした？どうした？山野さん朝言ってたでしょ。1万円でゴッド引けるとかね。ね。8192分の1。やっちゃった？やっちゃった。やったの？引けなかった。引けなかったです。待て。はい。引いたテンションだったけど。引いたテンションでした？引いたテンションだった。あら？気のせい。え、何も引けず？見せ場あったんですけどね。僕もあった。見せ場何？中段キナラとかですね。おー私赤扉赤扉引いたの。通常時赤扉めっちゃ熱いやん。3、3、2みたいな。うずらの人生と一緒だわ。本当に1万で引けないとやっぱりほら結局何も起きてないってことだよね。その見せ場あったけど、はい、どうすんの、はい、俺だったら1万で引けてると思う。おっとただふろふろ2人は引けなかったんだから考えないと。ハードルタコを増す。俺ごめん。あの取材実践中なの。忙しいのよ。そうでしたね。もういいかな。本当に。ちょっと言って。腹立ってきた。じゃあ50円もいい。あれでしょ。軍資金もあんまりないわけでしょ。さようでございます。1パチもいいから。インパーク。1パチの、はい、じゃあマックスタイプで。はい、どうしようかな。30分。はい。30分で当てたら、うん、ちょっと考えるわよ。なるほど。30分だから切ってるよ。切ってるじゃない。おいどっから来たんやその自信。さっきもゴッドいけるっつってたんや。デリシャスデリカスですか。デリシャス意味わからんわ。キャラクター変わってきた。デリカスと本当、まあ、数日前からですね。デリシャスをちょっと押していこうかなと思って。数日前から。そうです。数日前やったら今やったら取り返しつくかな。やめた方がいい。ごめん俺さっきも言ったけど実践中なんだ。なるほどですね。じゃあ30分で、うん、はい、じゃあ頑張ります。30分ね、はい、じゃあ30分以内に当ててくるぞ。これ見てる人いるの。これマックスタイプのですね、カイジ、それからウズラさんは、リングの運命の日ミッションクリアしていきたいと思います。頑張ります。緑です。車のコナーズや。
川なら行くね。まあ、ここは発展するでしょう。エリシャ、しかした。それが今夜の上限いっぱい。あんな買い占めてるやん。ガーフゼロ、お前らマネージャーの使用されている状況でお願いしますか、ゴミどもが。限定じゃんけん。欲しい肉。大勝負。限界まで行こう。こいつに全てがかかっている。若干予告が弱い気がしますけど、お前だけだな。キレパンダ、キレパンダがいました。キレパンダ、やりました。よし。おい。あ、やりました。やりました。キング、やったよキング。やりました。おめでとう。身の毛に変わってます。悪いことは今からもうやめ。発展途中率 50.4% ですね。これを突破したら166回転の SP に入ります。よしとしましょう。見に行こう。マジか。あの老人形やりやがった。どこだ。あ、いた。メリカス当てたの？マジで？なんだよ、空気読めよ。分かった、じゃあもう当たったから頑張って連射させて5万発目指して、うん、頼むで。すごいね。でもこれでちょっと山野さんにも認めてもらったんじゃないでしょうか。ね、そうだね。ね、
当たりました。特別です。絶好調ですよ。6連射目。やりました。残念ながら5万発には届かず、しかし8700発どうできたらでしょうか。ハンドルを戻してください。さっきからさ、くるくる言うと来ないのよ。あ、金色はついたな。入ったかも。いやー、ここからです。いやー、怖い。見て、残り1個よ。ああ、まだあった。いやー、ちょっとすごくない？終わりました。始まりました。見事なチームプレーを。いやー、当たったよ。275回転目です。本日が初当たり。あー、連チャンしてもらいたいっす。よっしゃー、よかった。貞子、えらいえらい。よいしょー、よっか、えらいえらい。よくできました、貞子ちゃん。区長、来たくれー。貞子、えらい。貞子、情報が入りまして、うずらが当たったらしいです。リングで。やっぱあの子はホラーで当てるね。ホラーの台でよく分かってる。ホラーやな、あの子はな。で、今ちょっとかなりチャンス、追加で V フラッシュ出て、この後リプレイ揃ったんですけど、雷のフラッシュだったんで、これ今かなり熱い状態ですね。これ当たってると思うな。これ当たってるね。当たってる。レギュラーを蹴ってほしい。
あもうこの時点でね、スイカがボーナスの役でスイカが触れたんで当たってるんですけど、レギュラーがテンパった。この上段でテンパるのはね、レギュラー比率が高い気がするんだよな。外れろ。あ、外れた。ビッグビッグ。よし、あれ普通にホールにいたらいかんよ、あれ。あんなもん、うずら、姫当たったらしいやん、姫。やりましたよ。アダムとファミリーみたいな顔してリング当てたな。やるな。花子は友達でしたよ。そう、連チャンさせないと。リング終わるときあっさり終わるからね、ほんと。 ST 短いから。で、もうちょっとで今日この店ね、プレイガイドエンジェルスが来るのよ。あんまり刺激を与えないようにね、頑張って。頑張ります。来る、結果来る、エンジェルス負けるって。そう、よう、当たった。当たるかいな、ボケ。ないわ。うちはない。ブサイクな子。ブサイクはね、無理。おっと、一人、これ最強のブス。最強のブスだから当たらしまへんやろ。あんたもブサイクやな。忙しいんだ。忙しいところ申し訳ないんですけれども、ね、何なのよ。中はほら喧騒がねすごいので、この静かなところでお話ししたいと思いましたよ。そうですか。キングさん、やりましたよ。やりました。この方、いや知ってる知ってる、見たもん。えらい早いこと当たってたね。でしょ。10分で当たりました。でもやっぱ映像的にはこう当てなくてがっかりしてみたいなシーンの方が俺良かったと思うよ、やっぱり。でもローリン魚って言われてるので、ちょっとやっぱりローリン魚を溶かしたいなと思って。溶けたらいなくなるんじゃないの。ローが溶けて人間になると思う。ローリン魚溶けないから出るガス。引くんだったらやっぱ外線で引いとかないと、やっぱり。まあ確かに、ね、確かに確かに、やっぱ中途半端さが出たよね。そうですね、ここ以上のまだまだ中途半端な感じ。まあはい、そこはもう全然言い訳できません、はい、本当にね、ガツッと行くんならあの外線でゴッと引いとくべきだし、ダメだったっていう感じにするんだったらもう当てないべきだったし。そうですね、ああもう中途半端。じゃあチーム下克上改め、チーム中途半端ということで。まあそんな感じで、そんな感じで、本当にね、君らとねわわ喋ってる場合じゃないの。君と喋るぐらいだけど、プレガーデンジャーズ来てるから。来てるらしいですね。俺、私より綺麗なのかしら、あの二人は。当然やろ、当然やろ。何回生まれ変わっても無理やで、うずら。本当に。で、実践もしなきゃいけないから、取材で。そうですね。なんと今いい感じになってきて、サンダーが。あ、そうですか。そう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 。まあちょっとね、いい感じなんで、君と喋ってる場合じゃないから、ね、申し訳ない。で、まあまあ、もう一つ言っとく。山口に来るのやめて、もう。俺ずっとテレビやってるうちで愛着があるから。君らもう本当入れないから。いやいや、うちらも大好き、山口。いやもう本当に。だっておいでません言われてるんですよ。いや、おいでません うずらに言ってんじゃないから。違うの、ああ他の人に言ってるから。でも帰るから。何有名になったんですよ、これね、下克上して。俺何言ってるか分からんから、もう帰る。セッションだ。やな、あとはもうちょっと食らいついてということでね、まあ、山戸さんにもいい線まで来ましたから ね、 ですね。まあ今後も期待できるじゃないでしょうか。行きますね。じゃあ次回、チーム
下克上の無茶修行第6弾でございますが、皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、またねー。パチプレウェブにはパチンコとエクロの情報満載、パチプレチャンネルの登録募集中。パソコンの人はここをクリックしてね。スマホの人は下の動画説明欄からチャンネル登録をクリック。パチプレー。